アルディノは、ブルガリア南東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。クルジャリ州に属する、ロドピ山脈中にあり、スモリアン州のマダンに近い。アルディノは、織物産業の町である。また、機械製造の工場とタバコの工場もある。町の近くには、自然の造形、高の岩とデアボルスキモストがあり、観光名所となっている。橋は、 町の中心から1 0トルのところにある、マキョウ・ディアボルスキモストマキョウ・ディアボルスキモスト、秋の風景アルディの基礎自治体には、その中心であるアルディのをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧、ありがとうございます。